please disembark here for the Tokyo Disney Resort. ディスるディスるって、あれはね、ディスリスペクトから来てる。Welcome to the Mermaid Lagoon Theater. 皆さんこんにちは。今回はディズニーで英語力アップシリーズです。東京ディズニーリゾートで使われている実際の英語表現を題材に英語を勉強していこうという企画です。今回はディズニーリゾートラインの社内の英語、それからディズニーシーのアトラクションの英語を紹介していきます。普段何気なく聞いているディズニーの英語のアナウンス、実際は何て言っているのかというところをご紹介解説していきますので、よろしくお願いいたします。それでは早速ディズニーリゾートラインに乗りましょう。まずご紹介するのはリゾートラインで流れるこちらのアナウンスです。まもなくベイサイドステーションです。お出口は左側です。東京ディズニーリゾートオフィシャルホテルへおいでの方は下車駅です。 We are now arriving at Bayside Station. Please disembark here for the Tokyo Disney Resort official hotels. Please exit to the left.リゾラの車内放送いつ聞いてもいいですね。それでは早速最初の英語から見ていきます。 We are now arriving at Bayside Station. まず最初の4つ We are now arriving、 ここはですね B 動詞 are、 それから arrive、 これの ing がついた形、B 動詞 are プラス arriving で今到着している現在進行形になります。まあ、要は到着しつつあるということです。〇〇に到着するというのは arrive at 〇〇という表現になります。ここではリゾートラインがベイサイドステーションに到着するところなので arrive at ベイサイドステーションとなります。よくあの空港とか行くと arrival っていう風に書いてあるかと思うんですが、これはこの arrive at の到着するの名詞形ですね。 arrive の名詞形が arrival として空港とかに書かれてます。ちなみにその逆反対は departure、 出発になります。でこの文章を直訳と直訳すると、私たちは今ベイサイドステーションに到着しつつありますという風になります。でこれをうまい具合に訳したのがリゾラのアナウンスです。まもなくベイサイドステーションです。続いての英文はこちらです。 Please disembark here for the Tokyo Disney Resort official hotels。 まず冒頭の3つですけれども、 Please はいいですよね、何々してください。それから Here もいいと思います。ここで〇〇してくださいと言ってます。で〇〇に当たる部分がこちら disembark です。 disembark なかなか聞かない言葉ですが、降りるという意味になります。このディスエンバークっていうのはディスっていうのとエンバーク、この2つから成り立っているものですね。ディスっていう最初についているディス3文字ですね。ディスっていうのはまあ否定とか反対を示す、言葉です。でエンバークっていうのは乗り込む、で乗り込むの反対否定なので、まあ、降りる、その逆降りるですね。そういう意味になります。よくあのディスるっていう人いるじゃないですか。ディスるディスるって、あれはねディスリスペクトから来てます。でこれもねディスが使われてますね。ディスってこれ先ほど言ったように反対とか否定の意味を指しますけれども、ディスプラスリスペクト、尊敬するですね。なのでディスリスペクトで尊敬の反対でディスる、まあバカにするとかそういった意味になります。まあ、後半はそんなに、まあ、そんなに難しくない。フォワード東京ディズニーズのオフィシャルホテルということで、オフィシャルホテルに向かってとか、オフィシャルホテルに向けてということになります。オフィシャルホテルに泊まる方、用がある方はこちらで降りてくださいというふうに言っています。東京ディズニーリゾート、オフィシャルホテルへおいでの方は、下車駅です。ちょこっとだけ英語流れてましたが、こちらも紹介していきます。Please exit to the left.イグジットって最近お笑い芸人が人気ですけれども、そのイグジットですね。これここではイグジット出ていくという動詞で使われてます。出ていく、でどちらの方向に出ていくかというと to the left、 左側に、直訳すると左側に出ていってくださいと言っています。で日本語をきれいにして放送するとこんな感じ。お出口は左側です。いかがでしたでしょうか。ここまで聞いてきたリゾートラインの社内放送の英語をもう一度復習で聞いてみます。まもなくベイサイドステーションです。お出口は左側です。東京ディズニーリゾートオフィシャルホテルへおいでの方は下車駅です。 We are now arriving at Bayside Station. Please disembark here for the Tokyo Disney Resort official hotels. Please exit to the left. いかがでしたでしょうか。続いてはね、ディズニーシーの中に入って英語のアナウンスを聞いていきたいと思います。Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the Mermaid Lagoon Theater.
In just a moment, we will proudly present King Triton's concert. While you are in the theater, we ask that you kindly refrain from eating, drinking, smoking, or taking photographs or videos of any kind. Also, please switch off your mobile phones.続いてはマーメイドラグーンシアターが始まる前に流れる英語のアナウンスです。まずはこちらからいきます。 Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the Mermaid Lagoon Theater、まあ、ここはそんなに難しくないですね。皆様、マーメイドラグーンシアターにようこそと言っています。 In just a moment, we will proudly present King Triton's concertまず in just a moment ですが、 just a moment でよくあの英語のね会話出てきます。 just a moment でちょっと待ってという意味です。で、 in just a moment でここでは間もなくという意味になります。でその他ディズニーシーだとね、ショーの始まる前とかでは in just a few minutes といった表現、これも使ったりします。これも同じですね、間もなくという意味です。 We will proudly present ここですが、まず we will はね、私たちはこれからって、まあ、未来形の話ですね。 we willで、プラウドリーっていうのは自信を持ってという意味です。プラウドっていうのは誇りに思うというのは形容詞ですが、ここでプラウドリーっていうと、まあ、自信を持ってというふうになります。で、自信を持って何するんですかというと、プレゼント、これ届けるとかね、提供するという意味です。で、例えばプレゼンテーションするのは、このプレゼンテーション、プレゼント、ここですね、これと一緒です。で、ド直訳すると、私たちはこれから自信を持って提供しますと言っています。で、何を提供するかというと、キン・トライトンズコンサート、これはいいですね、キングトリトンのコンサート。ちなみにトリトンというのはギリシャ神話に登場する怪人、もともとトリトーンと呼びます。これ嵐を鎮める安全の神というふうな言い伝えがありまして、 ANA とかのね、全日空あの飛行機の ANA の尾翼あのデザインを見ると、ここの部分、青いところですね、濃い青いの青い方、こちらをね、トリトンブルーと呼びます。安全を象徴するこのトリトン、トリトーンの神様にあやかって、ここをトリトンブルーと呼んでいるようです。それでは実際に日本語の放送を聞いてみましょう。キングトリトンのコンサートは間もなく開演です。それでは続いて次の英語です。ちょっと長いですが、 While you are in the theater, we ask that you kindly refrain from eating, drinking, smoking. で、まずは冒頭部分ですね。 While you are in the theater、これまず while っていうのありますが、ここはね、〇〇してる間という、まあ、期間、時間を表すものです。で、you are はあなたで、シアターの中ということで in the theater ですね。これ要はあなたがシアターの中にいる間と言っています。例えばね、この while よく使うんですが、ドリームフライヤー号、ソアリンのドリームフライヤー号に乗ってる間はポップコーンを食べないでくださいという英文。そうするとこちら、 while you are on the dream flyer, don't eat popcorn please という、こんな形で使っていきます。We ask that you kindly refrain from eating, drinking, smoking. 続いての文章ですが、 We ask that you kindly refrain from eating, drinking, smoking とあります。で、 We ask that ですが、こちらはね、定型文です。〇〇するようお願いします。 We ask that 〇〇で〇〇するようお願いしますと言っています。で、 kindly と来てます。これはね、恐れ入りますがみたいな、まあ、そんな日本語ですね。で、その後 refrain from eating, drinking, smoking。この refrain from というのは、後ろに〇〇動詞プラス ing を伴うやつですね。何々しないとかね、何々控えるとかいった意味になります。例えばダイエット中かなんかで、まあちょっとね、今日はトランジットシマラインに乗るのを控えて歩いた方がいいかなとかね、歩いても行こう、トランジットシマラインに乗るのを控えようみたいな、そんな時に使える英語、トランジットシマラインに乗るのを控える、 refrain from taking トランジットシマラインという形になります。で、この後半部分をまあ直訳と直訳すると、恐れ入りますが、飲食、イーティング、ドリンキングですね、それからスモーキング、喫煙は控えていただきますようお願いしますみたいな、そんな感じです。先ほどの refrain from の続きになりますので、ここは taking と ing がついています。taking photographs は videos で、写真やビデオを撮ること、この意味になります。で、後ろについている of any kind ですが、こちらはね、どんな種類の〇〇もという意味になります。ここで言うと、どんな種類の写真、それからビデオも撮っちゃダメよと言っています。まあ多分ね、 iPhone とか、まあ、普通のカメラとかビデオカメラとか、まあいろいろ媒体あるかと思うんですが、そういったもの全部含めて、どんな種類のやつも撮っちゃダメよと言っています。直訳すると、いかなる写真撮影、ビデオ撮影もお控えくださいというような感じです。 Also, please switch off your mobile phones. 最後の英文ですが、ここは簡単です。 Also はね、何々もまたまた何々もということです。で、 Switch off は電源を切る。
で直訳するとまたあなたの携帯電話の電源もお切りくださいという意味になります。でそれではねここまでやってきましたけれども実際日本語の放送ではどう流れてるか放送されてるかを確認します。シアター内での飲食、喫煙、携帯電話のご使用、写真撮影やビデオ撮影はご遠慮ください。皆さんいかがでしたでしょうか。それでね最初から通してディズニーシーマーメイドラグーンシアターの英語のアナウンスを聞いて今回はおしまいです。皆様本日はマーメイドラグーンシアターにようこそお越しくださいました。上演に先立ちまして皆様にご案内申し上げます。シアター内での飲食、喫煙、携帯電話のご使用、写真撮影やビデオ撮影はご遠慮ください。 Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the Mermaid Lagoon Theater. In just a moment, we will proudly present King Triton's concert. While you are in the theater, we ask that you kindly refrain from eating, drinking, smoking, or taking photographs or videos of any kind. Also, please switch off your mobile phones.